マギル、お前、賭けに勝てなくてよかったな。くぅ、負けて喜ぶ魔女がどこにおる。わしが負けたのは、ヌシらがベルベットを甘やかすからじゃぞ。そうか、別に何もしてないけどな。俺たちはな、何もせんのも優しさなんじゃよ。せっかく開いたベルベットの傷口に塩やら砂糖やらすり込まぬとは甘すぎるわ。賭けの損失はヌシらに払ってもらうからの。なら俺たちを混ぜて賭けの続きをしてみるか。ほん、面白いな。俺はベルベットが折れる方に1万ガルド。ほうほう。俺も折れる方に1万ガルド。ほうほう。ってこらー、わしがベルベットが折れる方に賭けたいのを知っとるじゃろうが。それは早い者勝ちだ。賭けるのをやめてもいいぞ。いやいや、賭けから逃げたとあっては勝負師マギルーの名が号泣するわい。仕方がないから乗ってやるわ。わしはベルベットの心が折れぬ方に10万ガルドじゃ。なぜ笑う。いや、お前って素直じゃないけど案外可愛いところがあるよな。可愛いじゃと。魔女に対してなんという褒め言葉を。不名誉毀損じゃ。主らがかけた2万ガルドは賠償として没収じゃ。お姉ちゃんって呼んでいいんだよね。私は精霊シアリーズよ。セリカの記憶を受け継いだだけ。それは同じ人ってことじゃないの？何をもって同じ人というのかしら。姿や記憶が同じでも。そうね、心が変わってしまえばそれはもう同じ人じゃ。もし私がセリカだとしても姉と呼ばれる資格はないわ。アルトリウスの命ずるままに妹と弟を生贄にしてしまったんだもの。私こそあなたを食べちゃった。私に責める資格なんて。あれは私が望んだことよ、ベルベット。あの時無事に済んでもいずれああするつもりだった。私の力をあなたに与えるために。どうして？降臨の日の直後、私にセリカの記憶が戻ったの。分かってしまったの、自分が何をしたのか。あの優しかったアーサーが冷酷なアルトリウスに変わってしまったことが。なぜ記憶が？わからない。転生した精霊にはごく稀にそういうことがあるらしいけど。ううん、これはきっとあなたたちを苦しめた罰ね。だってアーサーを愛しく思うほどアルトリウスが許せなくなるんだもの。あの人を憎んでしまう私はセリカじゃないのよ。シアリーズではあの人をアーサーには戻せない。かといってアルトリウスを倒すこともできない。でもあなたなら、私の力を完全に身につけたクーマのあなたなら、どうしアルトリウスを。分かったわ、必ず。ごめんね、ベルベット。自分の憎しみの決着をあなたに押し付けちゃった。最後のお別れに謝りたかったの。あなたに会えてよかった。私はラフィーのお姉ちゃんで、セリカお姉ちゃんとアーサー兄さんの妹で、幸せだったよ。
ベルベット。もう起きて平気なの？うん、それより危ないわよ。あ、とうとうこんなになっちゃった。当然よね、平穏な世界より自分の復讐を願ったんだから。最下の剣士なんて呼ばれても言い訳できないわ。人間でもゴーマでも魔王でもベルベットは、ベルベットの髪は綺麗だよ。昔ね、ラフィーも同じことを言ってこの櫛をくれたの。胸が痛いね。うん、それでも、ううん、だから私は決めたの。アルトリウスとカノヌシと決着をつけるって。私自身と私が大好きだった人たちのために。僕もだよ。羅針盤がなくても進む方向は自分で決める。アルトリウスは私が倒すけど、カノヌシを殺したらライフィセットと私たちクマは。羅針盤か。アイゼン、てめえなんて黙ってやがった。落ち着け。お前が気絶してたからだろう。俺は行くぜ、あいつを止める。何事ですか？バンエルティア号からシルフモドキが届いた。よかった。みんな無事？今は、まだな。ん？ベンウィックたちは、逃げる途中でアイフリードがエンドガンド領にいるという情報を掴んだらしい。リオネル島で合流しようと伝えてきたんだ。その情報って？罠だ。仕掛けたのはあの大角のゴーマ。おそらくアイフリード自身だ。あのゴーマがアイフリード？マジなのかい？おそらくだ。リオネル島に向かうわよ。相手が誰だろうと、手がかりとバンエルティアを失うわけにはいかない。足はどうする？ここへ来た船は多分ザビーダが乗っていったぞ。港で適当なのを奪う。サイカというにはせこいけどね。パーシバル王子が無事に王都に戻られたそうだ。聖領が総力を挙げて救出作戦を行ったみたいだよ。サイカの剣士に誘拐されたって聞いてたけど、王子が助かったってことはあのゴーマは。ああ、サイカの仲間ごと殲滅したって知り合いの王国兵が言ってた。聖領の情報操作か。これでようやく安心して暮らせるわね。いやいや、俺が聞いた話じゃサイカが死んだかどうかは怪しいぜ。サイカのアジトはぶっ潰したそうだが、サイカの野郎は逃げ延びたっていうやつもいるんだ。どうして逃げたなんてわかるの？レニードの漁師が監獄島があるって噂の海域でつい最近聖領の船団を見たんだってよ。そのすぐ後に船団を見かけた海域から猛烈な速さで海賊船が逃げていったらしいんだ。そいつは間違いなく俺たちだよな。隠し事ってのは簡単にはできないもんだな。レニードには監獄島の囚人の死体が流れ着くって話もあったし、まんざら嘘じゃないかもな。やっと安心できると思ったのに。サイカの剣士はどこに行ったのかしら。聖領にはもっと頑張ってもらって、早いとこあの化け物を退治してもらわねえとな。好きに言ってくれるわね。くそ、俺がもっと早く。
帰らずの海に清涼の船が向かうのを見たんだが、何をしてるんだろうな。あの辺りに近づくのを禁止してるらしいぜ。港の組合宛に清涼からお達しがあったんだと。カースランドの秘密を守るために抜かりなく予防線を張ってあるということか。でもそんな通達なんかなくてもここらの船乗りは近づきゃしないけどな。羅針盤が使えないとか化け物が出るとか物騒な言い伝えもあるし、実際帰らなかった船もあるしよ。帰らずの海がヤバいってのはみんな知ってるもんな。そういやこの前よその港から来た船があの海でドラゴンに襲われたって話が出てたぜ。ドラゴンだ？海賊病にかかって悪夢でも見たんじゃないのか。俺もそんなことだろうとは思うけど、まあ清涼が近づくなって言うなら何かあるんだろう。触らぬお上にお咎めなしさ。帰らずの海とは私的な名をつけたものじゃ。連れて行かれた精霊にとっちゃまさに私的だもんな。清涼が管理してるのはどこもそんな場所ばかりね。